半世紀にわたって札幌や周辺の街を見守り続ける北海道100年記念塔早ければ来月にも解体工事が始まる見込みですが反対する国会議員がきのうきのう札幌市厚別区の北海道100年記念塔を訪れたのは 地元北海道5区選出で内閣府副大臣の和田義昭衆院議員をはじめ5人の国会議員です自民党内にある日本の尊厳と国益を守る会のメンバーで記念塔を解体せずに保存するよう児玉俊弘副知事らに求めましたのっぽろ森林公園にそびえ立つ北海道100年記念塔は 開拓市の設置から100年目となる1968年に建設が始まりました以来半世紀以上にわたって地元のランドマークとして親しまれてきましたしかし老朽化が進みサビのかけらが落ちるなどしたため2014年から周辺は立ち入り禁止に2018年に はこの先50 30年間記念塔をを維持すすするるためめには最大で30億円が必要だとしてて解体する方針を決めています昨日視察を終えた国会議員は。なんとか文化財で残そうということであれば、それはやはりきちっと30億な30億確保できれば、安全性確保できると言ってるんだから、そのお金をどうやっぱり工面するのかということについての熱意が全く感じられない。 やはり解体ありきという色が極めて濃いというふうな印象を私も新たにいたしました今年し3月には記念塔の解体費用を盛り込んだ同の予算が議会で可決されていて解体工事は早ければ来月にも始まる見込みですさまざまな機会を通じて解体の判断に至った考え方や解体後のノッポル森林公園のエリアの活用などについて をため記念灯の解体に反対する日本の尊厳と国益を守る会は6日に再び記念塔を視察する予定で鈴木知事との面会も求めています。